皆さんこんにちは、森えりです。はい、今日は実は皆さんに言ってなかったことがあったんですけれども、とあるアイドルグループの普通に皆さんが知ってるアイドルグループのオーディションに応募してみてたんですよ。っていうのもですね、私4月の4日に26歳になってしまうんですけれども、そのアイドルグループがですね、ギリギリ25歳まで受付 OK らしくて、26になる前に何か、爪痕を残しておきたいなと思いまして、で私自身、昔、アイドルのようなことをやっていたことがあったんですけれども、ごめんなさい、声で風がちょっとやばいんですけど、なので、芸歴的には実はもう本当に家族にも黙って事務所とかにも入って今年で12年目になるんですけれども、25まで OK なんだったら26になる前にちょっと受けてみようじゃないかと思ってですね、でそれが随時受けれるものだったんですけれども、ちょうど一昨日ですね、私のまずビジネスメールというんですかね、宛てに、メールが届いていまして、で題名がですね、まずも一次審査合格のご連絡ということで、合格したんですよ。で体重とかも全部書いたんだよ。体重と身長と経歴と、全て書いたんですけれども、でそのもちろん一次審査もし受かったら、もしね本当受かることないと思ったから、まさか、しかも結構コンポジも結構昔のだったんですよ。プロフィールの写真、ここに載っけとくんですけど、結構ぽっちゃりな時、今もだいぶぽっちゃりですけど、もう1年くらい前に撮ったプロフィール宣材写真なんですよ。なんですけど、YouTube のアイコンと同じやつなんですけども、それを送って、でとりあえずメールが来ました。でこんな感じで、ちょっと今個人情報とかも書いてあるので、ここに出せるだけ出しておくんですけれども、今読む限りですとね、一次選考合格のご連絡と第二次選考の、3時まであるみたいなんですけど、どんどん下に行きますと、日時がここは P です。で時間も決まっててですね、で会場が、都内の東京都内の、某有名な某ある場所なんですけれども、で持ち物とか、ダンスに必要なあと靴と、一番下に、オーディションを辞退される場合ご連絡をくださいと。で会場までの交通費と宿泊費は参加者様ご本人のご負担ですっていうことが書いてありまして、当日はテレビ等のメディア撮影や取材が入る可能性があるので、顔が映ってももちろん大丈夫な方みたいな感じで、これからデビューに向けてみたいな感じのメールが来ました。すごく行きたかったんですけれども、挑戦してみたかったんですけれども、このねすごいあれだったんですよ。なんかすごい変わった人が欲しいのかなって思って受かったんかなと思うんですけど、書類があって1時があって2時があって3時なんですよ、これ。で書類審査を書類がだから2回みたいな感じなんですかね。で1回書類を送って、でメールでデジタル応募みたいな随時応募だったので、で送ってメールが返ってきて、それでもう一回送って今のこのメールになるんですけれども、だから書類が2個、よくわかんないなんかそこなんですけれども、今回は辞退させていただく方向になってしまったんですけれども、本当に受かるんやなっていうのが今わかりました。無理やりでも行けたんやったら私も行けそうみたいな子いっぱいいると思うので、ぜひ皆さん夢は捨てずに頑張ってやってみてください。25歳最後のねチャレンジというか目標をやってみたかったことだったので、ちょっとこれを皆さんにね、黙ってるのは
辛かったんですけど、まさか私もその書類ダブル書類みたいな1位2位と受かると思ってなかったので、まあ結構検討したかなと思います。はい、ということで25歳終わりの、もう26アラサー、確実なるアラサーになる森有がですね、またアイドルをやろうとしたっていう大事件でございました。アイドルって26まで応募できるとかないので、まあ応募することはないと思います。私動けるデブなんですっていう感じで喋ってたら、めっちゃ面白いねって言ってもらえて、多分そこを買ってもらったんだと思います。なのでみんな動けるデブって言ってみてください。ということで森有でございました。皆さんぜひやりたいことはチャレンジしてみてください。それではバイバイ。